私にも呪いをかけて。バカな子。伏していた田中うららの指先が光り、黒々とした煙がステラを包む。次の瞬間、そこには光とウリ二つのカエルがいた。そんな、どうしてなのステラ。だって光にだけ辛い思いはさせられないよ。私たちはコンビだもん。ステラ大好きよ。私も大好きだよ光。なんて知らない。強く。邪悪な歌手田中うららは撃たれた。だが期待むなしく、光とステラの呪いは解けなかった。でも平気、ステラが一緒だもの。私たち二人なら幸せだよね。二匹のカエルは寄り添いながら、いずこかへと旅立っていった。そして近い将来、ナイトメア界にテノール歌手コンビが彗星のごとく現れ大人気となるが、それはまた別のお話。戻ってください。それではお疲れ様でした。どうか元気を出してくださいね。